エンジェモン覚醒いきましょう。メンバーはタケルはちょっと無理だな。メンバー入れ替え、パルモンかな。タケルはさすがに成熟期になれないと厳しい。だからエンジェモン覚醒するって書いてるじゃないか。何を言ってるんだ俺は。ここから先は無限マウンテンとなる。あそこでレビモンが待ち構えてる。レビモンが仲間になったぞ。ジョーが来た、ソラが来た、続々と集まってくる。ジョー、ソラも無事だったのか。この二人は進化して飛んできたり泳いできたからもう体力がないはずだ。追いついてよかった。僕たちを置いていこうとするなんて。デビモンの対戦を見たいじゃないかってことだな。二人とも無事でよかった。さすがにこれで下がったら嫌やな。らしくないぞって。もしかしたら逃げたとか言ったらジョーが怒ってランク上がってすんかな。これでみんな揃ったな。さすがにそんなことはないな。それにレオモンも力を貸してくれる。行くぜ。私たちがいない間にいろいろあったみたいね。いろいろで済ましやがった。そんなバカな。驚いたな。驚いた。こっちが驚いたわ。せめてもの罪滅ぼしに私にも協力させてくれ。遠距離で縦横剣を打つだけでいいです。まあちょっとびっくりしたけど。よろしくね。よし行こうぜみんな。間違っても前線に来ないでください。後ろから縦横剣でお願いします。前線に出るとまた黒い歯車に、うわー来た。黒い歯車に心を奪われて敵になってしまうかもしれないからね。あくまで後ろから縦横剣、縦横剣。なぜ化け物がいる。ここはお前の住処じゃないだろう。ピコ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 喋れよ。デジバイスがある。デジバイスの話はまだしてないはずだぞ。聖なるデバイスとしか言ってないはずだぞ。なぜデジバイスって名前を知っている。ご都合主義ってやつね。テレビのアニメとか何でも変身するんだって言って変身するとなぜか変身ボールとかいろいろ知ってるっていう、それと一緒だ。一本道だ。一本道の割には化け物坂を下ってきたぞ。坂の前で止まると思ったのに。それフラグですよ。デジモンを倒したら俺たち結婚するんだ。そんなわけない。受験のためにも頑張るか。受験するくらいならデジタルワールドに入ってんだ。受験なんてしたくないんだ。もうセーブポイント。一度も戦わずに。デイモンか。大地さん、ランクアップしないだと。あんだけ褒めたらランクアップするだろう。やっぱり幸四郎には褒めただけじゃダメなのか。幸四郎を口説くのは相当厳しいぞ。また来た、また来た、また来た。ぐるっと回ってドーン。何これ。それらしきところ。左に行くと下がりそう。ユニモンのところだな。カバウ。カバってカウンターで強いんじゃないか。ということでテントモンに装備させよう。ちょっと待てー、レオモンが。パーティーレオモンってことはこっちは二人で戦えということか。テントモンに装備させようって言ったね。すぐに忘れる。テントモンどこだ。かばう。
装備なんかできんかったんや。無理だな。パズルを今解いてるところ。こうでこうでいける。何をつけてたか忘れた。これやったかな。ちゃうな。 HP ブースちゃったかな。これはピンクの挑発。これでいい。挑発いらんな。でもない、うん、困ったな。どうしようか。HP ブーストが欲しくなった。これでいいや。これでHP がアホみたいにある上にかばうと。よし、これでいこう。走れ、クワガーモンがいる。クワガーモンが速い。そんなところで止まるとすぐに避けていくよ。そんな細いとこでぐるぐる回るんじゃない。あ、これあかんわ。捕まった。しかも後ろからアイテムを取って逃げようと思ったのがバカだった。バケモンゴーストショップ対ベビーフライムで1コロだろ。強っ。ポイズンアイビー6になった。10億円で一撃。強っ。オートヒールパルモンにつけたことある。あれも狙いすぎじゃないか。中央圏で倒してくれ。やったー。ちゃっかり勝利ポーズのとこよ。アイテムを取ろう。分厚い鱗ゲット。ちょ、モノクロモン襲ってこないで。おとなしいデジモンじゃないか。まさか黒い歯車の影響か。もうやだ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 。くそ、倒してくれるわ後ろから。先手を取ったぞ。ちょっと多くね。クワガーも星ついてるし。そしてボスの前にセーブポイントがあるはずだから、それで回復すればいいんだ。よし、なんちゅうしょぼいダメージ。それでもチクチクボンボン。我慢しちゃいわ。レオモンの10倍ぐらい与えてるんじゃないか。よっしゃ、さ全体攻撃がないよなぁ。メガフレイン。ワガモンをさっき倒した。倒してくれよ。カウンター。カウンターなんて持ってやる。そいつをこっちに渡せ。バンバン強いな。何回攻撃するの。ヘルズハンチ。カウンター怒りになるんだ。怒ってくれよ。メガフレイム。倒した。じゃあココナッツパンチ。ココナッツパンチ。さ。中央拳。また美味しいとこだけ持って行きやがったこの野郎め。80しか与えんかったくせに。
セーブアップ、セーブアップしたら全開。セーブポイントはいらんかったな。さあ行こう。もうあとは一直線で終わりかな。ボス戦怖いな。ボス戦はヤマトに変えようかな。パーティー変更、メンバーをガブモンへ。うわー来た、後ろから。もうすぐ山頂だ。ここで休憩しよう。これはいつものイベントか。話しかけると、赤ちゃんと卵の世話をしたんだ。タケルは偉いな。マジで。町の外にいたんだろう。こっちだな。待ってるとか言ったら、いやーとか言って怒られそうだ。なんか上がりまくりだ。やったねー。そうだ。雪と氷だらけの世界はちょっと寒かったんじゃないか。お化けに使う。あら、ランクアップせんかった。セーブポイントないの？セーブポイントないのかい？体力回復できないじゃないか。さっきしたばっかりだからいいけど。クワが、あ、あったあった。オーガモンじゃないですか。オーガモンさん、チーズ。待ってた、せっかきだもん。喋らんな。一つになって、全然一つになってないな。アニメだと、デビモンがでっかくなって、その一部にオーガモンがいましたということですが、全然そんな描写はありません。オーガモン素早さ遅そう。進化ダグモン、グレイモン、強っ。体力どんだけあんの。ガルモンは気合いだ。気合いだ、気合いだ。これで勝つ。獣王拳、そう、後ろから獣王拳打っとけばいいんよ。いかに。こっちは防御力上がってるからね。この威力やめて。あ、レモンはいいわ。レモンは体力に2000もあるから余裕余裕。さらに攻撃力上がった。一体どんだけ。結局アップからのカウンターとか。まだ上がる。それ以上上がらない。カウンター。よし。エオモを狙うんだ。ポップファイヤー。攻撃力が上がっても、防御力が上がってなかったら意味がない。先に、ちょっと厳しいな。こっちは弱いからやめて。覇王拳ミスった。一旦耐えた。そしてカウンター100。覇王拳はやっと喋ったな。オーガモン、オーガモンの声好きやわ。 PC じゃなくて覇王拳。オートヒー、これはガルモンかレアモンがやられるかもしれんな。獣王拳が覇王拳やった。覇王拳が来たらカウンターは大丈夫だ。このコンボも大丈夫だ。攻撃力戻ってもた。防御力戻った。これはあかん。これは負けるわ。ほっこいよー。カウンターで、うわー、すっごい格好する。
倒せはするやろうけど、ガムマンの犠牲は痛かった。あれやばくね、これ獣王拳で倒してきて、これやばくね、やばくね。グレイモンに攻撃されたら終わる、グレイモンに攻撃されたら終わる。うわー、亡くなりになった。獣王拳で、うわあ、まさかな、ゲームオーバー。やり直してなあかんの、もしかして。という夢を見たのさ。疲れた。待ったぜガキども。逃げ出したんじゃないのか、そんなこともあったっけな。へー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 と。よし行こう、次は勝つぜ。オーガモン頑張って倒すしかない。気合いだ気合いだ。戦術は変わらんのやけどね。攻撃力を下げる技があったらよかったんやけど。オリアン、パルモンが、パルモン連れてたらよかった。覇王拳って、ショック状態にする。ブリッドで安い。ポップファイヤー、カウンター、カウンターだけは大丈夫。怒りが出ただけがやばい。カウンターはいい。覇王拳オートヒール、回復だ。100しかかりません。ブリッドファイヤーないなぁ。ショックなんかしたら見ないしな。こっちばっかり怒りになってひどい。グレイモンだって怒ってくれよ。よし、今回は怒りもカウンターもあんまり出ないぞ。これはいけるんじゃないか。しかも絆コンボが出た。何この、今回はすごく運がいい的な。カウンター怒れよ、俺は今から怒るだ、怒るぜって言ってくれよ。オーガモンが怒ってどうすんだ。今回楽勝だな。さっきのひどさは何だったんだ。いいはい、だからいい加減獣王拳してくれよ。攻撃力が戻った。これで、攻撃をしたばっかりにおかしくなったから、もう一回気合を入れよう。気合だ、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 気合だ。覇王拳。カウンター。じゃ、獣王拳しろよ。ポップファイヤー。ほら、来た。いやー。やられましたわ。さっきの違いは何だったんだ。みんなレベル上がっていくよ。かは、消えた。死んじゃったの。よし、回復だ。行こう。よし行こう。次はいよいよデビモンか。デビモンが相手だ。セーブポイント一体いくらあるんだ。しかしセーブはしないぞ。デビモンがいた。ドゥーン。選ばれし子供たち、まさか再び集い私の前に現れるとはな。デビモンの BGM かっこいいなこれ。デビモン。しかしデビモンの声は違う人っていう。やっぱりアニメのあの声が好きだったけど、どうしようもないな。我が元に集え、暗黒の力よ。暗黒の力来たー。白い歯車が入ってきて大きくなっちゃった。
うわぁ、ドヤーって顔した。ゴー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 、デビモンです。暗黒の力で巨大化しているんだ。このファイル島を墓場にしてくれよ。でも頑張っとうな、この声優さんも。誰か知らんけど。来るぞ来るぞ。BGM を楽しみながら戦おう。でもひたすらメガブレイク打つだけで、ピクッて何そのピクッていう、いたみたいな、なんか当たったっていう感じの動きをしやがったぞ。気合だ気合だ。10号拳それじゃなくて38って舐めとんのか。デモン強い。ショックショックショック。ダメージ貸すみたいな。ダメージ怒り、そしてカウンター。よし来た。200ボックスファイヤー。カウンターしてこへんだけで相当嬉しいな。オートヒールで全開したじゃないか。怒り状態のメガフレイム。レザーウィング。弱っ。本当にこれデビモン？ボガモンの方が強くなった。ボックスファイヤー。カウンターがないっていうのがすんごい嬉しいな。ここまでだ。フザーウィン。デスクローをしてこない。デスクローはどうして。デスクロー、なんかいろんな攻撃が混ざり合ってよくわからん。メガフレーム、ピク、中央拳ピク、全然吹っ飛ばない。ボックスファイヤー、ピク、ここまでだ。メガウィング、ドヤーでしょ。怒った。グレイモンの体力が減りません。メガフレーム、威力が上がったぞ。やったね、タヨちゃん。フォイルが戻った。もう終わりだから、どうでもいいや。ほっこいよー。威力が下がったよ。ドボンよい。クリクリクリク。ショーク、ショーク、ショーク。ショックならなかった。カウンター、ショック状態でカウンターしたぞ。カウンターで倒すんか？まさかのそんなクソ技で倒されるとは。デビモンもかわいそうに、せめて10号拳してくださいってなくぞ。レベルがいっぱい上がった。選ばれし子供たちとはいえ、この程度かだと、もしかしてまだ進化するの？まだあと進化を2回残しているよ的な。なんだって。何？本気じゃなかったとでも？お前たちは滅ぼされる定めなのだ。暗黒の力が膨れ上がっている。どう、力試しだ。さっきの戦闘は一体何だったんだ。弱すぎたけど。うわー、どうなる。みんな死んだ。デーモンが腹筋してる。みんなまずは最も小さき選ばれし。お前あれで倒したらおかしいよな。題名がエンジェモン覚醒なのに、覚醒せずに死んでしまうのかっていう。え、僕タケルのことを言ってるのか。お前寝転んで、何も見えてないじゃないか。お前さえ消えればもう恐れるものはない。ズバタケル。なぜレーモンが助けただと？レオモン、大丈夫か？そんなシーン知らない。ああ、だが、これ以上は力になれそうもない。ああ、パーティーのお荷物が消えるわけね。レオモン、どうして僕だけ、どうして進化できないんだよ。
お前たちはそこで見届けろ。最も小さき選ばれし子供の最後の時を。何が来る？デスクロール？嫌だ！僕がタケルを守るんだ！タモ。タケルのそばにいるって決めたんだ！力なきデジモンの声など虚しいだけ。天使に進化しましたよ。パタモンが進化した。進化した。タケルのデジモンなのか。デジモンじゃないか。何を言っているんだ。天使パタモン。タケル、私の名はエンジェモン。そして君の友達だ。エンジェモン。エンジェモン。エンジェモンになんかお腹に刺さってるもん。何なんだろうあれ。もう少しだったのに。もう少しで倒せたのに。準備はいいか。おお、タケルしかいない。力を貸してくれで倒そう。嫌だ。逃げようとしたら。アグモン、みんなもう一度だけ力を貸してくれ。今も倒そう。いくぞ。アグモンの顔怖っ。そして音楽が戻ってしまった。リューモンがエンジェモンに入れ替わりました。ちょっと待って、アグモン体力減ってるじゃないか。なんか技あるかな。杖で叩くだけ。全体攻撃やるやん。ヘブンズエナクめっちゃ効く。もしかしてメガフレイムより強いんじゃないか。メガフレイム。ペコ。任せた。いや、せめて進化してからやってくれ。宇宙ファイヤーとか勘弁して。ナルレモン。ボックスファイヤー。ボックスファイヤー。ペコ。300しか来ない。レモンブレイ。シャーシャーシャー。怒り。それで攻撃力アップだ。2回攻撃しやがるようなこいつ。カウンターでもヘブンニナックルが1300まで。オートヒール。メガフレイン900はいっちゃう。500。ここまでだ。また 2回攻撃するのか。オーガモンに比べたら弱いからいいけど。ショックショックショック。気合い後のフォックスファイヤー。600は効くだろ。500。この威力の違い。僕になく2000って。ちょ待てよ。デスクロー。デスクロー。連続攻撃でデスクローを2回もしてた。弱っ。ホックファイヤー。デスクローの後はこんなにターンが速いなんて。オートでカウンターだ。連続攻撃。せめてデスクローを打ってほしいな。デスクロー。ヘブンズナック終わるんじゃないか。エンジェモン様様でした。どこまでだ。さあヘブンズナックのムービーを流しておくれ。
なんじゃこりゃ。エボブースト、エボリューション、進化した状態から。いいねこれ。お前の暗黒の力消し去ってくれる。ムービー来るか、名シーン来るか。来てしまった。我が元に集まれ聖なる力よ。アニメを使わずあえて作り直してるというこのプログラマーさん頑張ったな。めっちゃチャチいけど頑張ったな。さすが PSP。 愚かだぞエンジェモン、こんなところで力を使い果たすなど。海の向こうには強力な暗黒の力を持ったデジモンも存在する。私以上のな。第2第3のデジモンが現れるわけですね。デビモンがやられたか、フフフってやつだな。四天王の中で最弱、ウイルス種の素材汚しよみたいな感じだ。エンジェモンが力を使い果たしてしまった。デジタマになっちゃった。エンジェモンなの？エンジェモンはもう一度卵からやり直すんだ。いや、エンジェモンは卵に戻れて、デビモンは卵に戻らないのか。ちゃんと進化すればまた会えるわ。大切に育てるからね。どうした？オーガモンが走ってきた。オーガモン、どうだ、まだ戦うか。もういいや、もういいや、どっかに行った。でもデビモンの言葉が気になる。強い暗黒の力を持ったデジモン、まだ戦わなきゃいけないの。なんかヤマトが耳の後ろでピコピコ歩いてる。だけどやるしかないんだ。ムーンウォーク一つ。なんだ？なんで歩いてるんだ？これが選ばれし子供たちか。源内さんや、イケメンの源内さんや。誰なんだ？わしはお前たちの味方じゃ。出てきていきなり味方っていうじいさんには気をつけましょう。誘拐されるかもしれないよ。私たちの他にも人間がいたなんて。じゃがわしは人間であって人間でない。お化けなの？お化けときたか。わしの名は源内、デビモンの妨害でなかなか通信できなかったが、やっと会えたの。おじいさんが私たちをここに呼んだの？わしじゃない。じゃあ誰が？それは知らん。知らん。わしが通信を送っている海の向こう、サーバータイプの敵を倒せば、あるいは次の敵が現れる。場所もわかりませんし、勝てるかどうかも。地図は今お前のパソコンに送った。そしてタグと紋章を探せ。タグと紋章だと？タグ？紋章？お前たちのデジモンのさらなる進化に必要なものじゃ。進化にはまだ先があるのか。そのタグと紋章はどこに？知らん。さあ、タグはデビモンがどこかに運ぶぞ。デビモンがどこかに行く。デビモンどんだけ頑張っとんや。どうした？
たえるバラまくフェロヒヨーン消えてしまった。何だったの今の。これからどうする。サーバー大陸に行くしかない。うん、とりあえず山を降りよう。決めるのはそれからだ。いやー、デビモン会が終わりました。ここからが面白くなってくるところかな。